スウェーデン0、2ポルトガル UEFA ネーションズリ、グリーグ A グループ3第2節、UEFA ネーションズリ、グリーグ A グループ3第2節、スウェーデン対ルトガルの試合が現地時間8日に行われた。ポトガル代表が2、0の勝利を収めている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、前節のクロア、アセンを欠場していたポルトガル代表のクリティアーノ・ロナウドは、今伏しのスウェーデン、戦で、先発出場を果たした。44分、スウェーデンのスタッフ・スベンソンが退場しポルトガル、数的優位となる。すると、直後の45分にシー・ロナウがゴールを決めて、ポルトガルに先制点が入った。さらに72分、再びシー・ロナウドが得点し2点差にのままリードを守り切ったポルトガルが2-0、勝利を収めている。ポルトガルは次節、クロチア代表に勝利して、勝ち点6で並んだフラン代表と現地時間11日に、アウェーで対戦するよ、だ。得点者、45分0-1シー・ロナウド、ポルトガル72分0-2シー・ナウド、ポルトガル、両。